こんにちは、回転の童貞タコです。今回は日本の格闘技界をざわつかした問題児たちによる大事件をご紹介していきます。悪名高き体重超過の王、キングレーナ選手。キングレーナ選手は10年以上柔道で技を磨き、2015年にはプーチン大統領杯全日本サンボ選手権68キロ級で優勝し、その実績を引っ提げ、ディープジュエルスのアマチュアルールでの試合で MMA 初参戦しました。そこから元 UFC ファイターを破るなど白星を重ね、ライジンの舞台へ上がります。ライジンではキャラの立った傍若無人な振る舞いと、自身の体格を大きく上回る相手を次々と倒すことで、キングの名に負けないようなキャラクターで人気を博していきました。しかし問題は度重なる体重超過でした。まず2015年に総合のアマチュアデビュー戦で初っ端から体重超過します。この試合は腕ひしぎ十字固めでの一本勝ちでしたが、ノーコンテストとなります。次は2019年、ディープジュエルスに出場予定のはずが、前日計量で 2.9kg オーバー、最軽量でも 2.3kg オーバーで失格となります。さらに2020年8月にディープでキックボクシングの試合が組まれ、対戦相手の熊谷選手と 61kg 契約のはずが、後に 63kg 契約に変更され、キングレーナ選手の判定勝ちで、熊谷選手に遺恨を残すこととなり、1ヶ月後に異例の速さで再戦が組まれました。しかし今回は最初から 63kg 契約のように、前日計量で 1.9kg オーバーし、最軽量でも 1.3kg オーバーでしたが、試合は行われ、判定負けを喫しました。試合後にディープの佐伯代表は、前々日の時点でキングは63キロを切っているんですよ。それがなんか無遊病で寝てる間に食べてしまったみたいで、とコメントしており、無遊病というパワーワードで界隈を賑わせました。さらに炎上に薪をくべる事件が起きます。試合後に笑顔で焼肉屋にいる動画が SNS にアップされ、ますます火力が増しました。しかし本人の話では、まず無遊病とは言ってないこと、そして焼肉屋へはお世話になっている人へ挨拶に行っただけ、と弁解しましたが、世間の目は冷ややかでした。またライジンで勝ち星に恵まれず呼ばれなくなったことについては、 MMA に参戦したての連勝していた頃は基本や基礎も知らずにただ前に出て殴っていて勝てていたが、今はきちんと技術を覚えると怖くて前に出られなくなったからだそうです。これはボブサップが勝てなくなったことに似てますね。最近ではビーガンになったことを公表しており、何かと香ばしい話題を振りまいてくれるキングレーナさんですが、僕はライジンの企画のダレギャビ劇場のキングさんがめちゃくちゃ好きでした。まだ若いので強くなった姿をまたライジンで見たいと思ってます。あと激似 AV の言わずと知れた青木真也選手は、シュートウェルター級王者、ドリームライト級王者、ワンライト級王者であり、2021年現在でも現役で国内唯一無二の存在感を示すファイターです。青木選手は小学校の頃から問題児だったそうで、いつも落ち着きがなく、先生に帰れと怒られては本当に帰ってしまうような子で、腕っぷしも当時から強かったため、よく同級生と喧嘩し、学校に母親がよく呼ばれていたそうです。担任の先生には、お前は将来ヤクザになると言われていたそうです。先生先見の目ありますね。小学校3年から柔道を始め、中学でも柔道部に入りますが補欠だったため、練習量を増やし、関節技の研究を重ね、レギュラーの座を手にします。高校時代は飛び関節を多用し、伝統を重んじる柔道界隈からは批判が止まらなかったそうです。早稲田大学の柔道部では反骨心をむき出しにして、練習中に先輩を締め落としたり、倒れ込んだ相手の手のひらを踏みつけることもあったそうです。やっぱりヤクザなのかな。大学卒業後は警察官になりますが、2ヶ月で辞め、プロ格闘家として生きていくことにします。プロになってからの大きな事件は2つあります。まず2009年大晦日のダイナマイトでの広田水戸戦、1ラウンドに青木選手がハンマーロックを仕掛け、タップしない広田選手の腕を折りました。テレビ越しにも折れる音が伝わってくるほどでした。そしてリング上で倒れている広田選手に舌を出し、中指を立てたのが大晦日の生中継で放送され、お茶の間からは大バッシングを受けました。次は2014年大晦日、猪木ボンバイエでの山本雄貴戦でツイスターで一本勝ちし、リング上で倒れている山本選手にバーカーと声をかけました。やっぱりヤクザより立ちが悪くないです。と、この他にも過激発言が多い青木選手ですが、他のどの選手よりも格闘技についての哲学を持っていて、格闘技への深い愛情と造形が伺えます。青木選手のノートやボイシーは面白くてためになるのでおすすめです。秋山選手は3歳から柔道を学び、オリンピックを目指していました。2003年世界柔道選手権大会の日本代表決定戦となる大会に優勝しました。しかしこの決勝戦で対戦相手の中村健三選手に、柔道着が滑ると抗議されました。同年2003年に世界選手権に出場した際、2回戦で背負い投げ、3回戦で払い押し、準々決勝で技ありと勝ち進むが、対戦した3選手全員から柔道着が滑るという抗議を受けました。なお全ての対戦相手から抗議を受けるのは史上初の珍事だそうです。そのため準決勝からは新しい柔道着に着替えて出場することとなりました。その準決勝では優勢に進めるも、大外巻き込みで逆転負けを喫し、3位決定戦にも敗れて5位に終わりました。柔道着が滑ることの言い分は、洗ったばっかりで石鹸が少し残っていたとのことです。秋山選手のとある知人のブログでは、柔軟剤を入れて柔道着を洗濯し、すすがないで乾かす、乾いている時は滑らないので試合前の道着チェックは通過するが、試合が進み汗で濡れてくると滑るようになるといったテクニックを噂で聞いたそうです。試合中めっちゃいい匂いしそうですね。そして大事件は2006年大晦日に起きます。 K1 ダイナマイトのメインイベントで桜庭和志選手と対戦しました。
試合中、秋山選手の足を取りに行った桜庭選手が滑ることに違和感を感じ、レフェリーに対して何度もタイムを要求するが認められず、試合は続行し、秋山選手はパウンド連打によるレフェリーストップで勝利しました。試合後レフェリーがボディチェックをするも異常なしとの判断でした。しかしその後、都内ホテルにおいて記者会見が行われ、秋山選手が試合前、成分にワセリンやグリセリンが含まれたスキンクリームを塗っていた事実が明らかにされました。クリームは秋山選手が乾燥肌で、それを防ぐために普段から使用しているそうです。しかし、以前秋山選手は自身が多汗症だと発言していたそうですが、秋山選手は故意に塗ったのではないと謝罪。主催者側も本人がテレビカメラの前で堂々と塗っていることから、秋山サイドに悪意はなく過失と判断しました。しかし試合はノーコンテストで、秋山選手のファイトマネーは全額没収となり、その後大会への無期限出場を停止、事実上の永久追放の追加処分が下されました。2021年に清原和博との YouTube での対談で、もしかしたら有利に働くのではというのは自分の頭の片隅にやっぱりあったのは事実ですと語っています。さらに同試合で秋山選手の不正グローブ使用疑惑も同時に出ました。秋山選手のオープンフィンガーグローブに異物が入っているような膨らみがあり、手のひらの部分にも何らかの異物が確認できる写真が存在しています。しかし主催者によるバンテージチェックが行われるので異物混入はないとされているが、真相はいかに。山本キッド範文選手はレスリングオリンピック代表の父を持ち、姉、ミュウ、妹、聖子はレスリング世界選手権を制覇しているレスリングエリートの一家に生まれました。幼少からレスリングを始め、高校時代はアメリカでレスリングを学び、アリゾナ州では3度王者に輝きました。大学時代にオリンピックを目指しましたが、全日本レスリング選手権で敗れ、オリンピック出場への道が絶望的になったため、姉の工事の夫、天聖井上氏に指示して MMA に転向します。2000年にアマチュアデビューし、アマチュア選手権優勝、2001年にシュートプロデビューします。そして最初の問題行動は2002年、プロシュート公式戦で勝田哲夫選手と対戦します。試合ではキッド選手がパウンドの連打で勝田選手を KO し、リング際でレフェリーストップがかかったにもかかわらず、レフェリーの制止を無視して、舌を出して笑いながら勝田選手を殴り続け、120日間のライセンス停止処分が下されました。試合前に勝田選手がキッド選手に対して、彼はレスリングの実績があるけど、総合におけるレスリングってものを俺が教えてあげますよ、と挑発したことに対して、キッド選手が取った行動だったそうです。その後2004年に K1 デビューし、短いスパンでの連戦連勝で大晦日に正人選手への対戦要求をし、世間を盛り上げました。2005年大晦日トーナメント決勝戦で須藤元気選手を KO すると、最後に握手を求めに来た須藤選手に対して、おお、よくやったよくやったと言いながら頭を撫でる無別のこもった態度を見せました。次の事件は2006年、シュートに出場した同門の菊池晃選手の試合後、ドクターチェック中であった中山リングドクターに対し暴言を吐いた上、足先で臀部をこづいたそうです。日本シュート協会はキッド選手に全てのシュート会場を立ち入り禁止、キッド選手が代表を務めるキラー B 所属選手へ全てのシュート公式戦出場停止処分を下しました。翌年キッド選手が中山リングドクターと日本シュート協会に謝罪したことで和解し、無期限ライセンス不許可処分が解除されました。2008年にキッド選手の弟子の山本篤選手がまだルーキーだった所秀夫選手と対戦し勝利した際、所選手の頭を撫で耳元でひどい暴言を吐いたそうです。所選手はこの時にキッドさんに言われたことを誰にも言えないとコメントしています。他にも非公式な喧嘩エピソードが多く存在するらしく、有名な噂話では無名時代に世界タイトルマッチ経験のあるボクサーとクラブで喧嘩になり締め落としたそうで、相手のボクサーは後日ヤクザをバックに引き連れて仕返しに来たそうですが、そこでもキッド選手は臆することなく遠征井上氏が仲立ちし、結局ボクサーは悔し泣きしながら手打ちになったという逸話があります。しかしキッド選手はその素行や見た目のいかつさから怖い印象を与えがちですが、実は心の優しい人物で、仲間や動物、命を大切にし多くの人に慕われる人物でした。2012年の深夜、地下鉄の路線に老人男性がホームに転落し、額から血を流したまま意識を失っていました。偶然そこに居合わせたキッド選手は真っ先に線路に飛び降り、男性を抱え上げようとしたがなかなか持ち上げられなかった。しかしキッド選手の姿を見てためらっていた周囲のサラリーマンたちも協力して路線に降り、男性の救出に成功したそうです。幸いにも男性は大事に至らなかったと週刊誌で報じられました。キッド選手は K1 やドリーム、UFC などで多くのファンを魅了し活躍し続けましたが、2018年闘病生活の末、多臓器不全により41歳の若さで亡くなられました。今回の動画いかがだったでしょうか。以前海外の選手の問題児を紹介した動画も撮ってますので、興味があればぜひ見てみてください。僕は今から激味 AV のモモ